なバカな。これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。この葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、この葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。サスケ、団蔵から離れろ。ヒルゼン、結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思うなあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。そろそろ頭も冷えたかい、ナルト。僕としてはそろそろ木の葉に戻って会談の結果をみんなに伝えたいんだけど。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。大好きだからこそこのまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。やっぱり木の葉には戻らねえ。俺のやるべきことは木の葉に戻ることじゃねえ。俺が本当にやるべきこと、それは。おい、ナルト。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも。お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。俺ってばまだ答えを見つけてない。俺とあいつとの答え、それを見つけないと俺は前に歩けねえ。だったら俺のやるべきことは
もう一度あいつと話をすることだ。だがそうはさせない。君を止めて木の葉に連れ戻すのが先輩から指示されたことだからね。だったら大和隊長には悪いけど押し通らせてもらうってばよ。戦闘開始。先へは行かせないよ、ナルト。さくらのことはカカシ先輩に任せておけばいいんだよ。それでも俺は行かなきゃならねえんだ。サスケに会えば答えがわかる気がする。だから俺はこんなとこで足止めされてるわけにはいかねえんだ。まずい、このままでは。このまま一気に押し切ってやる。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。今やるべきことが分かった。だから俺は止まらねえ。ごめん、大和隊長。俺は、サスケんとこに行って、そんで、あいつともう一度話をする。それが、今の俺にできること。それが、答えを見つけるために、俺にとって大切なことなんだ。だから俺、行くってばよ。待て、ナルト。さくらちゃん、かかし先生、すぐに行くからな。待ってろよ、サスケ。動けなくなるまでやるなっての。ナルト、俺はお前とも戦いたい。
もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。サスケ、お前に会えば答えがわかる気がする。だから俺は。これで止水の根は回収できたな。さてサスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても何もできんぞ。あとこれは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことを知りすぎている。我らだと？俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また会おう。じゃあな。サスケくん。さくらか。昔とまるで感じが違う。これがサスケくん。何しに俺の前に来た？サスケくん、私もサスケくんについていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケくんが木の葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。サスケくんの望み通り動く。もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなの何だっていい。私はサスケ君の言う通りに木の葉を潰す。それが俺の望みだ。お前は本当に俺のために木の葉を裏切れるのか？サスケ君がそうしろと言うなら。ならそれを証明してもらおう。こいつにとどめをさせ。そうしたらお前を認めてやる。どうして？この人はサスケくんの仲間なんでしょ？今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。この人は関係ない。ここで私が今サスケ君を倒せば全てが終わる。やめろサスケ。できないのか？サスケ君。お前はここで消す。あの耳に私の声は届かない。あの目に私は映ってない。もう今のサスケくんは私の知ってるサスケくんじゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手で。サスケくん、あなたを止めてみせる。you
戦闘開始。サクラ、お前の力じゃ俺は止められねえよ。サスケくん、こんな戦いもう終わりにしましょう。もうあの頃には戻れないの。勝負あり。お願い、サスケくん、もうこれ以上は。もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケくんと歩くことを望んでる。お願い、もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがる。イタチの命と引き換えに笑ってやがる。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがる。サスケくん、今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。カカシ先生、本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。サクラ、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取り憑かれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ、カカシ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は、お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。まあこれは俺の役目だ。サスケ、どんなに落ちても自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目火影様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそお前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に代えてもな。
間に合ってくれ。もうすぐだ。あんたもこの葉も全て潰す。さすがに強くなっているな、サスケ。さてこれからどうやって。サクラ、やっぱりカカシ先生だけに重荷を背負わせるわけには。なんで出てきた。私がサスケ君を止める。私が。やったー、サスケ君と一緒だ。サスケ君ありがとう。サスケ君ずっと第7班で一緒ならいいのに。さすがサスケ君ね。さくら、ありがとう。覚悟したはずなのに。よせ、サスケ。ナルト、俺以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは思わなかったが。サスケ、サクラちゃんは同じ第7班のメンバーだぞ。元第7班だ。俺はな、今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケじゃなくなってる。サスケ、イタチの真実ってのをマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよくわからねえけど、どっちにしてもお前のやってることはわかるってばよ。いや、わかるってんだ。何が。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。他人は黙ってろ。さっきだ、さっきやっとイタチの仇を討てた。木の葉の上役団蔵をな。何、あの団蔵。今までにない感覚だ。怪我された内葉が浄化されていく感覚。腐れ切った忍び世界から内葉を決別させる感覚。ある意味お前たち木の葉がずっと望んできたことだ。内葉を否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶から内葉を消してやる。お前たち木の葉の全てを潰すことでな。つながりを断ち切ることこそが浄化。それこそが本当の内葉の最高だ。憎しみ、その積み重ねの歴史が今のサスケを作ってしまった。ナルト、サスケ君。もういいだろう、ナルト。ここは俺に任せろ。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。うん、カカシ先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しでわかりそうなんだ。お前何を言ってる。次はお前か、ナルト。この一戦で答えを見つける。戦闘開始。潰してやるよ。
ナルト。サスケ、お前は。ナルト、お前の力はそんなもんか。もう少しだ。もう少しで答えが。てめえもこの葉も全て潰してやる。サスケ。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めたか、この俺の。子供のままだな、ナルト。俺にとっては復讐が全て。他がどうなろうが知ったことじゃない。やっとここまで来たんだ、サスケ。どんなに復讐を口にしても、どんなに俺たちから離れようとしても、俺たちのつながりは、やっとできたつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。なんでだよ、なんでわからねえんだよ、サスケ。オロチマルはお前の体を器として欲しがってるだけだ。俺の復讐が叶うのは、こんな命オロチマルにくれてやる。お前にはほかげになるっていう夢があるんじゃなかったか。俺を追い回す暇があったら修行でもしてりゃよかったな。あナルト、仲間一人救えねえやつがほかげになんてなれるかよ。あの時のお前の命は俺の気まぐれで助かった。だから今度は俺の気まぐれでお前は命を落とす。そろそろしまいにしようぜ。もしかしたら、サスケ、お前と俺が、
逆だったかもしれねえ。サスケ、お前も知ってんだろ？俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって分かって、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。俺は、万華鏡シャリンガンを使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだが。まだろ。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ、戻る前にお前に伝えときたいことがある。行くぞ。待て。サスケ、さっきの一戦、あれでお前にも見えただろ。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくりゃ、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そら全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って
一緒に死んでやる。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって、初めて会った時から分かってた。そういやよ、拳で分かり合うのがお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ、死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れでお前が潰れることは。仲間一人救えねえ奴が火影になんてなれるかよ。サスケとは俺がやる。ナルト。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞサスケ。まだな。後で話がある。いつでも来い、サスケ。ナルト、いつもありがとう。あんたのおかげで私はまだ第七班で笑い合える先を諦めないでいられる。話とは何だ。イタチの目をもらう。やっとその気になったか。スサノオの使いすぎだな。もうろくに見えていないのも分かっていた。すぐに移植してくれ。しかし急だな。どうしたというのだ。俺は全力でナルトを潰す。そして奴の全てを否定してやる。それだけだ。はぁ、ほんと信じられないよ。上官である僕に対して二度も拳を振るうなんて。ヤマト隊長、いい加減機嫌を直してくれよ。君は僕がどんな気持ちでいるかわかるかい。わからないよね。ああ、ま、そう言わないでやってくれ。ナルトが来てくれなきゃ今の俺たちはなかった。甘すぎじゃないですか、カカシ先輩。久しぶりですよ、こんなに泣きたい気分になったのは。まあまあ、泣きたい気分なのはこっちっすよ。クソ、キバ、お前まだぐじぐじ言ってんのか。男らしくねえってばよ。うっせえよ。せっかくサスケとやる覚悟までしてたってのに。だからごめんって。結局お前らはサスケを逃がしちまうしよ。それには理由があるんだよ。後で説明してやるって。ともかく今回の遠征は終わりですね。僕はこれからトレーニングに行ってきます。さくらさん、またいつでも呼んでください。僕はいつでもあなたの力になりますから。 D さんは普段と変わりなしね。なんていうかすごく助かるわ。ナルト、後で絶対説明しろよ。分かってるって。さて、俺たちもここで別れるか。俺はこの子を情報部まで連れて行かなきゃならないし。せっかくここまで静かにしてくれたんだ。最後までおとなしく頼むよ。分かってるよ。つか抵抗する気なんて
花からねえし。それじゃあ私たちは。さくら、あ、しずね先輩探したわよ。すみません、その私どうしてもサスケ君を。そのことはとりあえずいいから。どういうことです？ツナデ様が目を覚ましたのよ。本当ですか？ええ、もう屋敷で業務を再開されているから顔を出してあげて。はい、俺も一緒に行くってばよ。さくらちゃん、大和隊長たちは？僕はカカシ先輩と一緒にその子を連れて行くよ。送り届けた後、ナルトの行動についてしっかり先輩と話し合わないといけないからね。はいはい。サイは？僕は団蔵様のことを根に伝えに行かないと。それじゃまた後でね。さくらちゃん、行くってばよ。うん。いつものナルトに戻りましたね。だな。